ウーローラーのお時間になりました。本日のテーマ、クリスマスは終わらないということで、先日でですねクリスマス終わったんですけど、僕のクリスマスは終わらないと、今日までですね不幸自慢コンテストを開催中ですので、ただこのブロラが公開される頃には23時なんで残り1時間みたいな感じですけども、まあ、今回はね参加者全員にペイペイお配りします、はい、555円全員に、優勝しなくてもね550円をお配りさせていただきます。あとは、優勝者、ね、優勝された方はね2万3000円、お配りさせていただきます。で発表は12月30日に発表と、あとは送金が30日、発表と送金30日にしようかなと思います。多分まあ30日の夕方ぐらいになるとは思いますけども、よろしくお願いします。で今回ね、まあ、ちょっと応募していただいた方の見てるんですけど、結構ねちゃんと書いていただいてて、なかなかその競合だなっていう、だから今からちょっと審査をねどうしようかなと思ってるんですけど、まあまあ交互期待ですね交互期待でございますね。そう、でなんかねコンテストの中でも、まあこれまたねまだ収録してないんですけども、コンテストの中でちょっと応募もあって、幸せ何みたいな話があった部分もあったんで、ちょっとね幸せに関してねちょっと書きました。幸せって何なのっていう。でこれはね僕がそのまあなんだろうな、まあこれ憧れてる人いると思うんですね。僕もそうだったんですけど、どうですか、パソコン1台で自由な生活、ね、会社に行かなくていい自由な生活みたいな憧れてる人結構多いと思うんですよ。まあ、僕もその口の一人だったんですけども、まあ、実際にですね、まあ、僕パソコン1台でね、まあ、自由な生活ができるようになってから、その先が あるよっていうお話を書いてあります。でその先って何かっていうと暇っていうね、ね、暇っていうとすごくその贅沢じゃねえかみたいな、なんだろうな、すごくその批判はあるかもしれないですけど、暇って辛いんですよね。やることが何もないって、まあやることがあればね全然いいと思うんですよ。どっか行きたいとか、何々したいとか、映画見たいとか、まあそういうそのやりたいことが、その好きな自由な時間でやりたいことがあればいいんですけど、ぶっちゃけもう8年ぐらいやってるので、もうねほとんどやっちゃってる部分があるんですよね。ってなってくると、しかももう年も取りましたんで、そんなアクティブじゃいなんだろうな、イメージとしては若い時はね、例えば旅行行きたいと思ったとしても、年取ると旅行行くとしんどくないですかもう言いますね、若い時はなんか旅行行きたいみたいなあったりとかしたとしても、年取ってもし旅行行ったとしたら、まあ、ちょっとしんどくないですかそう、体力的にね、そうしんどくなってくる部分もあるんで、だからまあ結構そういうのも行かなくなってくるんですよね。まあ若ければいいと思うんですけどね。で年取ってやる、そのいろんなやることがなくなってくる、で時間は暇ですってなると、まあその暇な時間を潰すために、なんか Amazon プライムとか、まあ、Netflix 見るんだけど、やっぱねなんか満たされないんですよね、見たくて見てるんじゃなくて暇だから見るみたいな話なんですよ。ちょっと違くて、それが本当にこの映画見たかったって見るんだったら全然いいと思うんですよ。ただその暇だからそれをとりあえず見るかみたいな話なんですよね。でその状況になってくると、あんまりね幸福度ないんですよね。だからこれはねすいません、言ってくださいって話です。一回体験だから、まあ、自由な生活8年9年10年やってみてくださいと。でそうすると、で年も取りました、まあまあやることないですよだからね、まあ、この前僕さんまさんがね68歳になってもね、このさんまさんの、ずっと何十年もやってる番組僕見たんですよ YouTube で。でその番組の中でさんまさんがボロって言ってたのが、俺は仕事一番だなみたいな、そういうセリフを言ってたシーンがあったんですよ。なんかの質問で、いや俺は仕事取るなみたいな、仕事一番だなっていう、なんかねやっぱねその気持ちがね分かりますね。なんかやってないと、なんかねなんかに没頭してるというか、なんかやってないとなんかつまんないというか、そう、もちろんね大変な部分もあるんだけど、その大変が結局幸福度につながる部分があるんですよ。でこのブログにも書きましたけど、例えばね焼肉、高級焼肉屋
があるとする、まあ、焼肉が好きですっていう人でね、毎日高級の焼肉食ってたら、その幸福度って僕は下がると思うんですよ。僕はね、まあ、その人それぞれ変わんない、あ、その人それぞれちょっと違うかもしれないですよ。毎日焼肉食っても毎日幸福度がいって、もうずっと満たされるっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱね、月1回に、例えば月1回焼肉だって食う時の幸福度だったりとか、まあ、仕事めっちゃ頑張って結果出て、よし今日は焼肉食うぞっていう、なんか焼肉の方が僕は幸福度が高いと思うんですよ。でよく言いますけど、その僕は逆境怪人好きなんですけど、あの地下帝国でね、そのすごい辛い仕事、過酷な仕事をして汗だくになってね、でその後に飲むねビールがね、やっぱめちゃくちゃうまいと思うんですよ。キンキンに冷えてやがるっていうね。でサウナだって、サウナでめっちゃ絞った後のあのね牛乳だったりとか、サウナで絞った後のビールって超うまいと僕は思うんですよね。だからその幸せと、辛いっていうのはこう本当に紙一重だなと僕は思いますね。辛い向こう側に幸せもあるし、逆に言うと幸せの向こう側に辛いもあるし、だから本当紙一重だなと。だから結局バランス感覚がすごい大事だなと思いますね。バランス感覚が、適度に自由でもあり、適度にストレス負荷もありっていう、なんかそのバランス感覚をしっかり保つことがすごく大事かなと思います。もうね、暇すぎと、多分ね、暇すぎると脳がね死んできますね、多分脳が脳も体も死んでいくみたいな、暇すぎると、まあイメージすればわかるじゃないですか。ずっと何もすることもなくて、何も別に考えなくてもいいし、もう家でゴロ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 ずっと365日してたら、まあ、どうなるんだ、その365日後ってやばいですよね。廃人になってますよね、多分。何もやることもない、ゴロ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 ずっと365日。その1年後はね、悲惨な姿になってると思いますね。だからやっぱね、適度な、まあ、筋肉で言うならば適度な運動が必要じゃないですか。だからその宇宙飛行士さんとかも、そのね、その重力ないわけじゃないですか、宇宙って。で、地球って重力ありますよね。で地球に帰還するためにその筋トレするじゃないですか、宇宙ステーションとかで筋トレで、それ必ずルーティンで入ってると思うんですけど、筋肉がどんどん衰えちゃうからね。でその何も運動せず地球に戻ってきたらもう大変なことになるからなんか必ず運動するわけですよ。だからやっぱね、適度なあれは本当必要だなと思いますね。そう、やっぱ辛いとね幸せは本当紙一重だなと思いますね。本当にその幸福度を上げるためには、その逆なんですよね。みんな幸福になりたいと思ってるんだけども、なんだろうな、幸せになりたいと思ってるんだけど、いや辛いことがあるから幸せを感じれるっていう話で、で毎日幸せだとつまんなくなると思うんですよ。でこれはちょっとぶっ飛んだ話ですけども、多分ね、僕はその文明ってまあ行ったり来たりも来てると思うんですよ。で今の文、もっと昔にね、まあ、宇宙から来たのか、それとも今の地球上でその文明が発達されたか分かんないですけども、まあ、今もね、今の世界線の中でもね、もうあの VR みたいなの出てきて、この前見たんですけど、なんか今メタ社が多分ゴーグル出してると思うんですけど、すごいですね、あれ。あれをレビューしてる人がいて、ここまで来たかと。なんか本当に仮想空間の中に仕事場を作って、仮想のディスプレイを作って、なんかもうなんかその SF 映画であったような感じの、そのパソコン操作ができるんですよ、その VR のその空間の中で。もうそのディスプレイを何枚も置いて、しかもそのでかく置いて、手でビーって操作して、ビーってやるっていう、本当今こんなできんだみたいなね。だから今そのゴーグルつけて何十時間も仕事するっていう人もいてるみたいで、すごい文明進んだなみたいな話で、で多分おそらく僕のは、文明が発達しすぎて、まあ結局人間も仮想空間に生きたりとかして、永遠の命だったりとか、な楽園ですよね、エデンの園じゃないですけども、本当楽園みたいなの作っちゃったと思うんですよ。で楽園作った結果つまんないよねみたいな。だって何も困んないし、みんなずっとその病にもかかりません、 不自由なく生きていけます、飯も困りません、全部
満たされてますっていう楽園でずっと過ごしてた結果、いやこれつまんないねってなって、多分今のなんだあのな生身に戻って、だから一回生だったんだけど仮想空間行って仮想空間で飽きたから生に戻るみたいな、なんかそういう僕はあの螺旋階段というかね、そのなんだろうな、時代はこうあの行ったり来たりするので、だからもう大昔実は楽園っていうのがあって、まあ、仮想空間にもうみんな生きててね、でそこで不自由なく生きてて楽園で過ごしてたんだけど、もうそのね楽園が辛い楽園になるみたいなね、そうでやっぱ生身いいよねみたいな、うん、まあそうやってなんか今の感じになったのかなって僕はまあ予測してるんですけどね、だから結局時代は行ったり来たりするので、で結局多分今の世界線も多分同じ方向に行くと思うんですよ。結局その VR、 その仮想空間で生きるっていう、結局そういう風になってくると思うんですよね。だってそこだったら、ね、病気もない、何でも手に入る、お金もいらないとかね、だからもういらないじゃないですか。意識はあってね、意識はあるんだけど、もういくらでも何でも作れるみたいな、でそうなってくると、まあ多分ねつまんないですね。欲しいもの全部手に入るし、死なねえしだからね、この銀河鉄道999の映画やつでもね、よく話したりするんですけど、で描かれてるのがあって、その星ではあの文明が発達してね、あのみんな死ななくなったんですよ。で死ななくなったから、もうみんな怠けてしまって、怠けた結果もう誰も働かない、経済が回らない、であのその星が破滅していくっていうワンシーンがあるんですけど、まああれですよ、多分僕はあのそうなると思いますけどね。その、まあ、100年後か200年後か分かんないですけど、多分僕が生きてる間はどうなんだろうな、仮想空間にみんなが生きるっていうことは、多分ないとは思いますけど、多分まあそのうちそっちの流れになると思います。なんだ流れとしては、ねえ、ガラケー使ってた人もどん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 スマホに移行していったじゃないですか。イメージとしてはそんな感じですね。だから仮想空間最初どうなのみたいな、生身の人間離れるってどうなのみたいな話で、でも最初はね、多分ね2社、最初はあのこのままじゃあその死ぬのか、生身の人間として死ぬのか、それとも死んだ後も仮想空間で生きたいかみたいなね、なんかそういう選択になってくるのかなと。最初はね、あの生身の人間としてはもうこの体使えないから、あのまあ、あのお葬式します、それともお葬式せず第二の人生として仮想空間で行きますかみたいな、そうなんかそんな感じになるのかなっていう。で結局そのじゃあもうちょっと行きたいっていう人もいるじゃないですか。でそうなると仮想空間に行くわけじゃないですか。じゃあ今度仮想空間のレビューができるわけですよね。仮想空間めっちゃいいよみたいなね。でそうなってくると徐々にその大衆の動きが、いやだったらもう死ぬ前にもう仮想空間行っちゃった方がよくねみたいな。だからまあでもね、それは国の整備が必要だと思いますけどね。一応その生身の人間が死んだら死亡ってするのか、それともそれをシフトしたら別に生きてるっていうことにするのか、これはその難しい、そのまた規制っていうのがね、その人的問題みたいなのもいろいろあると、道徳的な問題とかいろいろ絡んでくるので、まあ、かなり法が整備されるのはかなり難しいと思いますけど、でも良ければそっちにみんな行きますからね結局は。スマホが便利だったら結局みんなそっちに行くので、だけどその世界が100年200年続いたその先にはみんななんかその暇だみたいなね暇だみたいな、死なねえし暇だし辛いみたいなね、もはや死ねないみたいなね、もはや死にたくても死ねないみたいなね、生き地獄みたいになると思いますね。だから寿命っていうのも作ってね、寿命っていうのを作って、まあ今のこういう体を作ったんじゃないかなと思いますね。だって普通に考えたらおかしくないですか。なんでそのゾウさんとかね、キリンさんとか、なんでこの人間だけちょっと違うじゃないですか。もっとその違う形でね、別に人間の体じゃなくても違う形で知能があって喋れる動物がいてもいいわけじゃないですか。
どう考えても。なんでこの人間だけこの知能があってっていうね、ちょっとだんだん都市伝説の話にもなってくる部分あるんですけどね。そう、なんでこの人間だけ知能あんねんみたいな。いっぱい生物いますよねって話で、別に違う形の違う、その本当にね、そのネズミが喋ってもいいわ、まあいいわけじゃないですけど、でもネズミは喋れないですよね。猫も喋れねえし、うん、なんか一個ぐらいいてもいいですよね。一個ぐらい、まあインコとかね、ちょっと喋れますけど、なんかね、オウムとかね、うん、なんかいてもいいんじゃないかなって。もうその本当に形は違うんだけど、同じ知能、人間と同じ知能があるような生物がいても僕はおかしくないとは思うんですよね。そう、うん、何なんでしょうね。そう、なんかあの、だからこの知恵っていう、 知恵とかこの思考、考える、想像できる力っていうのは人間しかないんですよ。でこれを、これはまあね、誰かがこう植え付けたみたいなね、都市伝説もありますけど、ね、宇宙から来たね、あの人が植え付けたみたいな、なんかそういうのもあるんですけど、まあ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 、まあ話を戻すと、福岡島ですかね。福岡島はまだやってますので、はい、まだの方はあと1時間ぐらいですかね、で終わってしまうので、まあぜひご参加いただければなと思います。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。